はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。河合の RX1GD だったかな、ピアノマスク付き。皆さんピアノマスクって知らない方多いかもしれませんけどね、ピアノのグランドピアノの音を小さくするための装置で、どうやって小さくするかというと、音の漏れるところ全部塞いでしまうという、そういう装置なんです。レバー一つで変わるんですよ、こちらになります。はい、こんな感じね、3本ペダルで、あ、ペダルのカバーまだ買った時のままですね。ペダル綺麗ですね。このまま取らなかったんですね。で、ここにね、こんなんついてるでしょ。この蓋なんです。ここに蓋があってね、蓋を開けるでしょ。で、ここをね、ちょっと前にスライドさせるんです。そしてここをね、開けるんです。そうするとちょっとこれ置きますよ。この上の蓋を下ろした時に、ここが完全に塞がれるんですよ。まず前から上から漏れる音をこれで完全にシャットアウト。この次です。ここにね、下のところにこういうレバーついてるんです。こういうレバーね。で、このレバーを下ろしてると、ここにこういう蓋がついてるんですけどね、見えますかね。で、このレバーをやりますよ。ガチャン、完全に塞ぎます。レバーを下ろしますとガチャン。普段弾くときはこう、夜遅くとか朝早くね、弾きたいときにはレバーを引くとガチャンと閉まるという。じゃあどれぐらい音量が違うのかね、ちょっと試しにやってみましょうか。まずこれをね、こうした状態、普通に弾いてみますよ。あ、ちょっとペダルが調整ができてないですね。ペダルの突き上げ棒がね、突っ張った状態で、運送の時にね、これつけた時にね、突っ張った状態でこれ直さなあかんのですけど、ピアノの故障じゃないですよ、これね。優しい音ですね、結構ね。で、今度はこれを蓋をしますよ。蓋をして、そしてさっきのレバーをガチャンと閉めますね。ガチャンと、どれぐらい変わるか。これぐらい小さくなりますね。いいですねこれはいいですね。ちょっと戻しておきますね。レバーも元に戻しておきます。そしてちょっとね、これペダルが調整できてないので、どうしましょう。調整ができてないので、まあ、こういう状態ですけども、音色的には結構優しい柔らかい響きですね、そしてピアノマスクがついているのが特徴です。これが、まあ、なかなかピアノマスク付きのものが中古では出ませんので、見つけた時が狙い目だと思います。音色がちょっと柔らかすぎると思う方は、ハンマーの調整でもうちょっと硬い音にすることもできますので、その辺はご安心ください。それを直すのがね、調律師の仕事なのでね、ご安心ください。といってヤマハの音にしてっていうのは無理ですよ。可愛いは可愛いの音ですからね、可愛らしい音です。どうぞよろしくお願いいたします。それではさようなら。